連絡してみようぜ。もしもし？私たち会ったことなかったわね。島の外にいる人と連絡したいんでしょ。でも今はまだダメだから、あなたの通信を遮断させてもらったわ。え？人に聞くより、まずは自分で調べて答えを見つけた方がいいでしょ。深き夢を表す不思議な現象は、人間の心の本質を映し出すものなの。自分の目で全て見極めてみなさい。物語が終わった時に、また感想を聞かせて。おい、今の誰なんだ？おかしいぞ。なんで今の人、オイラたちと金融野郎の連絡を遮断できたんだ？それに、どうしてお前の感想を聞きたいんだろう。ダメだ、オイラには全く意味が分かんないぞ。なんか怖くなってきたな。でも安心しろ。どんなことがあってもオイラがお前を守ってやる。そっとそばに